では、今日の11番ですね。作曲年代が1757年から60年頃ということで、ちょっとはっきり特定できないということですね。編成がオーボエとホルンが入って弦5分ということです。作品の概要として、まあこのようなアダージョから始まって2楽章アレグロですね。で、全部変法調調で、四分の四がないんですね。四分の二、二分の二、四分の三、四分の二、四分の四がないって珍しいですよね。で、特徴としては、まあ四楽章あるということと、実はこの四楽章のうち三楽章以外の全部がソナタ形式になってますね。で、これは初期の作品でモルツィン伯爵時代じゃないかと考えられているそうです。で、一楽章が、まあ、感情になっている、これは教会ソナタ風っていうらしいですけどね。こういうのは二楽章は早いっていうの。展開部がちょっと弱かったりする部分もありまして、まあまあ初期の曲じゃないかと思われる要素はありますね。で、直筆は存在しないということです。で、作曲当時の、まあ、年代としては、まあここも書いてますけどね、だいたい列強による植民地支配やってるような時代の曲ですね。日本では江戸時代、今のところ最後の朝廷だったね、小桜町っていうのが即位してますね。では、じゃあ2枚目でいただいて、まず1楽章から分析します。1楽章アダージョカンタービレ変法調調四分の2、これソナタ形式ですね。緩やかなソナタ形式、教会ソナタ風ということで、いきなりアダージョが出てます。展開部は小さくて29小節、バリエーション4つだけですね。で、まあ3連符なマークを使って作ってますよということですね。でちょっと音源の方を聞きながら、まず、まあ、主題聞いてみましょうか。主題になってるんですけどね。で、まあこれもうこれですね、3連符が、まあ、この中でも 1,2,3,4 5回3連符が出てくるんですね。で、これはこの作品、一楽章のモチーフとして重要になっています。で、この後引き続き第一主題の各方の部分が、まあ、ちょっとバリエーションが入って演奏されます。各方、これは4度上になってますね。1対1対1ですね。4度上で主題の各方を品種をつけてみます。で、次12小節のところなんですけど、これ3連符を畳みかけてる、ちょっと面白いところがあって、っていうところですね。これ、まあ、加工系が非常に印象的なんですけど、ちょっとここを掘り下げてみると、まあ、4つの部分からできてるわけですね。これがね、2度ずつ下がっていくっていう、まあ、非常に数学的に美しい形になってるってことで、まあ、ちょっとフレーズごとで区切ってみましょうか。ってことですね。全部2度ずつきちんとなっていると。
最終的にタタタタタタここで終止形を打つわけですけどね、ここで持ってきたいわけだけど、まあ、あえてこう寄り道させてメランコリックにやってるところですね。17小節から出てくる、これ一応まあ第二主題じゃないかなと見なしてるんですけどね、ちょっと聞いてみましょうか。でこれも左手部分、伴奏部分がね3連符の連発になってるんですよ、ね、3連符でずっと伴奏しながら優雅な第二主題が登場するということです。で23小節目からなんですが、ちょっとカノン風になっている部分があって、ここもきちんと3連符をうまく使われているということですね。ちょっとこう弾いてみましょう。第2主題の部分をちょっと掘り下げてみようと思うんですけど、ちょっと念のため17小節のこれもう一回聞いてみますね。これ同じ第2主題の冒頭登場の場面ですが、登場の場面ですね。続いてこれ、ね、63小節からの部分で第2主題再現する部分があるんですね。でここは5度上の音程で書いてあるんです。ちょっと聞いてみましょうか。63から67小節でこれを例えば4度にする手もあるんですね。主題の再現部分、まあ、大体5度です。4度にしてもいい。まあ、仮にこれを4度にするとどうなるかをちょっとやってみてるんで聞いてみましょう。違うと思いますよね。まあ5度当然ドに対してソの位置が5度、ファの位置が4度ですよね。これと30から33小節の部分なんですが、そこまでこうなんていうか多声的ポリフォニックにこう来てる部分が突然パッと全部ユニゾンになってですね、劇的な効果を持たせてくるので、そのユニゾンの効果を聞いて30から33のところですね。後半2小節がね、全くあの完全に全部ユニゾンして同じことやってるんですね。念のため分割して入れてみたので、前半30か31こう多声的に動いてくるんですね。これは右手と左手が違う動きをします。でこの後ユニゾン部分に入りますね。これはもう弦5部が全くこういう動きをしていて、そこだけピックアップして、これ例えば
バイオリンパートだけちょっと抜いて聞いてみましょう。続いてこれね、バス部分ですね。というふうにユニゾンしてるんですが、実はこれバイオリン部分は下降形になってるんですね。C、レと下に下がってるんですね、ポート部分が。で実はバス部分は逆は上降形になって、ね、C、レと上に上がってるんですね。うん、ここだけちょっとアクセントになりますけどね、あとは全部完璧なユニゾンになっています。まあ、ユニゾン部分でもこうアクセントをつけるね、ハイドンの技だと思います。これ42小節目から48小節目になるんですが、これ展開部に入ってるんですよね。第2変奏から第3変奏が浮かび上がってくるので、まあ、作ったのでちょっと聞いてみましょう。42からですね。区切っていってますね。これもフレーズごとに一回切ってみます。切ってるのでいきましょう。42の冒頭からちょっとフレーズごとに切っています。3連符この曲はモチーフになってますけど、こう3連符を縦にかけるようにしてこうダーッときてるんですね。で突然この四分音符の第3変奏がスッと上がってくるね、作るうまさですね、ありますね。からこれちょっと冒頭に戻るんですけどね、1小節のところをこれバス部分結構面白い動きをしてて、いわゆる冒頭に休符が入って、うんちゃちゃちゃ、うんちゃちゃちゃってこういうリズムを取ってんですね。でこれが実は全編通じてあちこちに現れるんじゃないかという疑惑がありまして、これを掘り下げています。でそのちょっと冒頭のまずバースの部分を聞いてみましょう。第1主題の伴奏部分で、まあ、コントラバスとチェロがやってるんですよね。コントラバス、チェロとビオラもそうなんですよ、うん、まあ、ちょっと独特の、ね、一拍目が抜けてるってことで非常にぎこちないと言いますかね、独特のある意味かって感じますね。で実はこれすぐにもう6小節目に出てくるんですね。ちょっと聞いてみましょう。こういう動きがあちこちに現れるというのがあります。とはもう一つのモチーフとして16小節目から出てくるモチーフがあるんですが、これ3連符を連発している、これもですね前編とてはちょっと出てくるんですね。ちょっとこれその初音の部分聞いてみましょうか。
ンって形になってますね。大体こういうモチーフでもって一楽章は作られてるかなという感じです。ちょっとここありますね。ということでじゃあ資料の方を2ページ目で2楽章になります、ね。アレグロ変歩調調2分の2ですね。これもソナタ形式なんですね。で、二楽章がアレグロになっているということで、事実上ここが本来の一楽章同じような様式で書かれています。さっきのアダージョ一楽章はまあなんていうかちょっとねイレギュラーと言いますかね、な感じですね。この二楽章は3つモチーフが出てきて、これうまいこと。まあ、展開していると。でバリエーションも14はあるんじゃないかと思いますね。でコーダもちゃんとついてて、そなた形式としての完成度が非常に高いですね。で面白いのがアレグロの指定なんですね。でアレグロっていうのは大体メトロノームでいうと120か152なんですけど、実際に今聴ける音源聞くとこの152では誰もやってないです。要はこの後かける俺の作った音源は一応152でやってたりするんですけど、ものすごく遅くてね。でまあプレストって言ってもね、あれ190ぐらいだったかな、しか数字的にはならないですけどね。この楽譜をアンラインそれしようと思ったら数字としては250とか260とかになっちゃうんですね。メトロノームの記録していないような数字になっちゃうんですけど、でまあこの頃はメトロノームのあれが精度が低かったのでよくわからない、ベートーベンなんかもよくねいろいろありますけどね。まあそういうことで実際ねだから、ちょっと実演ではかなり早くやってますよと。であとは第8変奏フガート、フガートっていうのはフーガのちっちゃいやつのことフガートって言うんですよね。まあ、軽くフーガになってて面白いなと。あとはこの楽章ではハイドンが痛恨のミスをしてるんじゃないかと思うんですね。まあちょっとそれは後で掘り下げたいと思いますけどね、ではちょっとまず俺の作った音源から聞いてます、冒頭これだから152で演奏してるので、まあ既にお聞きの方はピンとくると思うんですけど、なんと遅いんだと思うと思いますので、こんな感じです。けなテンポですけどね。これ一応楽譜で上限がこんなもんですね。でこれが一応モチーフ A 一つの主題としては一つになってますね。であとはモチーフ B が出てきますので9小節目からですね、これ聞いてみましょう。っていうのが B ですね。もう一つは63小節目になりますけど、モチーフ C、 これも重要なモチーフだと思います。という感じで、まあ、大体この3つがうまく絡み合わせて作ってあるというのが第2楽章ですね。じゃあ冒頭部分もう一回聞きましょう。まあ、第一主題といいますか、モチーフ A ですけどね、1から4小節目の部分。ということなんですが、これが皆さんよくご存知の曲との類似性、近似性を指摘されてるんですけど、ね、モーツァルトのね、ジュピターの主題と似てるんじゃないかっていうのがあって、まあ、じゃあジュピターの主題がどんなのかっていうのをちょっと入れてます、これがモーツァルトジュピター主題ですね。でね、このハイドンと何が似てるんだって言うんです。これね、実は2小節目から聞くとよく似てて、これ冒頭1小節ずつ入っているとちょっとデフォルメが効いてるんですけどね。2、4だけ聞いてみましょうか。ということで、ね、これジュピター音形になってます。
しつこくこれでハイドンがこれですね。ハイドンこうですね。でモーツァルトがとなってて、実はこの2つは4度の関係だったんですね。さっきも出ましたよね。これだから、まあ、ドに対してファみたいな関係、なんかこれ、ね、どこまでモーツァルトが意識して作ってるのかわかんないですけどね。なんかなかなか意味深だなと思いますよね。それから4小節目、ちょっと4小節目のところ、まあ、ガプレここなんですけどね、これ面白いですね。あの第一主題が提示された後の出てくる、これね、分散和音になってるんだけど、主調の分散和音なんですね。これ変法調調の分散和音で、ここで当時の調子なんかは、ああこれが主調だなって分かるように作ったんですね。ちょっとそこを聞いてみましょうか。これなんですね。変法調調の分散をこうやってさりげなく主調を主張するってね、ダジャレじゃないですかね。これ9小節目からの、まあ、このモチーフ B の部分のちょっと伴奏付きで聴いてみましょうか。というふうに、ここでもさりげなくその変法調調の主張がこれそうって出てきましたね。なんかでもね、ちょっと今入っちゃったんだけど、これ21小節目からなんだけど、25小節目結構ね強引な形で場面転換を図っている配慮、これ面白いですね。こんな強引に場面転換するのかっていうのがちょっと、これがそうなんですけどね、こんなに強引に場面転換するのがちょっと、まずここら辺がこの曲のミステリーではありますよね。ハイドンは非常に珍しいことをやっているところですね。59小節目の部分ですね。モチーフ A がまたこれ5度の関係でここで登場します。これちょっとオリジナルもう一回これ聞いてみましょう。これがオリジナルですね。あ、すいません、間違ってる。部分ですね。5度の関係になっているところですね。これ40からの部分、主題のバリエーションが入っているので、こう掘り下げていく。まず40の40小節。ちょっと単調効果みたいになってて、で今度48小節目になるとどうなるかっていうと、で今度67、すみません、これずれてますね。今のが78か、78までいっちゃってない、すみません。次に79小節のところになりますね。
これも主題のバリエーションになってます。79から85の部分になります。ということでパンパパパンパンっていうリズム系がこの辺で出てきますね。で87から111なんですが、次面白いですね。疾風怒涛みたいなバリエーションがこう突然現れます。いかにもハイドらしい。ベートーベンとかね、こんな延長調にいるように来ましたね。それから112小節目から例のフガードですね。ちっちゃいフガードを聞いてみましょう。狭く作ってありますね。44から51のこの主題のバリエーション非常に美しいですね。これで今度152、これも引き続いてまた主題の バリエーションがきます。三楽章ですね。メヌエット、トリオ、でまあ、ハイドのメヌエットね、ちょっとあれですけど、でこれが変法長調で、トリオ部が変路長調になっているんですね。でトリオ部は弦5部のみ使用で、もう管楽器は止まってますね。次第に登場する3つのパーツで構成されていると。でトリオ部には一部無調の部分があります。三楽章の冒頭に、まあ、じゃあ主題が提示されてますんで、ちょっとそれを聞いてみましょうか。これ3じゃなかった。この曲の主題になってます。でこのパワー、この、モチーフが3つの部分からに分けられるということで、まずパーツ1ですよね、っていう部分がパーツ1になります。パーツ2がでパーツ3、まあ、この3つでこの主題が構成されているということですね。で、まあ、冒頭の1から3小節なんですけど、ここでもまたの主張の強調っていうのが来られてますね。ちょっと聞いてみましょう。っていう部分、これまあ、変法上調の主張で構成されているということですね。でここのバス部分が実はちょっと面白いんで抜いています。バス部分だけ聞きます。ということで、まあ、ミばっかり叩いてるんですよね、うん、
まあ、変包丁帳、手音ですね。で、変包丁帳の手話音っていうのをちょっと聞いてみましょう。これが変包丁帳、手話音になります。で、10小節から12の部分なんですが、これもまた、長の分さま音がうまく散りまえられてるんで、ちょっと聞いてみましょう。ここのね、主旨形シーソーミーシーシーってこれ全部ね変包丁帳の手話音ですね。変包丁帳のこれ俗音っていう和音がこれちょっと聞いてみましょうか。これが俗音になります。これは37小節のところなんですけど、これこの曲唯一転調する部分が変動調調になってますね。で、実はこの中でもちょっと見てもらったら、この赤くなってるこの音だけナチュラルになってるんですね。これで転調なんですよ。で、要するにフラット3つなんだけどフラット2個になってる、シミシミラとつくと変音調でシミになっちゃってるんですね。で、変音調調だから転調した感じがあんまり出ないですけどね。で、その後45からこれ面白いですね、無調の部分ちょっと聞いてみましょうか。45から46小節ですね。ちょっと一瞬だけなんだけど無調なんですね。これっていう感じでなんかちょっとマイナーっぽく聞こえるんですけど、これもここのレとここのこれもレなんですね。ここにフラットをつけて、要するにフラットが B と E と D がフラットをつくって、こういうパターンはないですね、この点の中で。これ自体は無調になってるんですよ、ここの部分がね。これがナチュラルだったら別に普通の変音調じゃないですかね。で、例えばこれを変音調調だったらどうなるかっていうのをちょっと手話音から変音調調のそのスケール聞いてみましょう。で、次がこの無調のパターンです。こんな音なんですね。で、次下短調。変異調調。というふうにちょっと今やってみたんだけど、要するにここを何調か考えるときに取りうるパターンとして変路調調か下短調か変異調調は取れるんですよ、パターンとしては。ただどれにも当てはまらないってことを今ちょっとね説明したんですよね。で、まあちょっと後で掘り下げますけど、音階っていうのは等比数列なんです、数学的には。等比数列から外れたパターンになっている時点でこういうの無調というわけですね。無調で、冒頭に戻って1小節目の分にちょっとリズムの強調が面白いので聞いてみます。1から12のとこですね。ということで、ちょっとリズムがまあまあ四分音符でこう強調されてるんですけどね。とこれ12までこのまあ、単調というかこういうリズムが来るんですけど、実はこの後13小節目からですねリズムが空白になるんですね。ちょっと聞いてみましょう。って言ってこう要するにトントントンってやってたリズムがですね全音符になっちゃうんですね。ドンドンといきなりリズムが空白になるということで、コントラストをうまくつけてますねってことですね。7小節から12小節かけてフレージングの解決っていうのがね、ちょっと掘り下げる面白い素材なのでやってみましょうか。ちょっと7から12聞いてみましょう。っていうこう
りそうでなかなか終わらない、引っ張っているパターンなんですかね。どこで終えようとしてるのかちょっと考えるため、フレージングというのまだ切ってますので聞いてみましょう。要するにミレとドシーと始まってですね、最後シーシーシーで解決したいんですね。これ今切ったところどこにどっかでもシーシーっていけるんですけどね、解決を遅らせてると、うん、わざと粘ってそのフレージングの終始を遅らせて、ここでやりたいことっていうのを簡潔にまとめるとこうなっちゃうっていうのを聞いてみましょう。ですね、要はこれを言いたい。これだと味も食感もないので、この結論に至るまでをこう粘ってるわけですよね。例えばフレンチ行ってオードブ出てきて、いきなりデザートっていうのはこのパターンで、やっぱりデザート行くの分かってんだけど、そこまでいろんな紆余曲折があるってことだろうし、例えばどこでもドアでどっかパッと旅しちゃうってこういうことであって、我々の旅ってのは電車に乗って、まあ、一杯やりながら風景見ながらで目的に着くっていうのは、さっきのように長く結論を伸ばすという部分になっていくんだと思いますね。これ4楽章面白いですね。プレスト編補助長四分の二で、これもソナタ形式なんですね。 3つソナタ形式があるんですね。定格ちょっと弱いんですけどね。でプレストの指定なんですけど、実際にここまで早く演奏しないあれくらいでやってるのがそうそうそう、やっぱりちょっと、うん、やっぱりメトロノームがね、当時はね、ちょっとで、一応まあ定格弱いって言ってもね、14くらいの倍数になってるかなと思うんですけどね。でコーデはちゃんとあるし、ただ変装の区切りがちょっと曖昧かなと、読みにくいかなってのがありますね。で一応主題は2つあるかなと、 A と B で、しかも主題 B は分割してるかな、前半と後半でちょっと違う主題になってるかなと思います。であとはシンコペーションっていうのがここで出てきますので、ちょっとまたそれは掘り下げてみます。じゃあデータの方を聞きながら進めていきましょうか。冒頭1小節か4小節の主題の部分ですね。まずこれが主題になってまして、もう今いきなりシンコペーションになってるだけど、まあ後でまたそれを掘り下げましょうか。で次4から7が確保、主題確保ですね。で次も確保、328から、で45から49にカノン的な処理が見えて、聞いてみましょう。これすごいうまく作ってあって、ちょっとまず上のセーブだけ聞いてみるとこんな感じなんですね。これに下のセーブをつける、これを重ねるとああいう風に聞こえるっていうことなんですね。これもよく作ってますね。
これは55小節からの展開。78からね。103からの展開です。という感じでなかなかね、うまく展開してありますね。で、シンコペーションって何かをちょっと掘り下げようかと思います。シンコペーションを語るときにまず拍子の概念を整理しなきゃいけないですね。でこの曲は四分の二になってます。前も言ったかもしれないけど、要するに二拍子っていうのは一拍目にアクセントがある、タン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 、こういうのが二拍子なんですね。だそれをちょっと聞いてみましょうか。要するにリズムをここに置きなさいっていうのが洋楽で決まっているわけですよね。例えばじゃあ3拍子だったらどうなるかっていうと、で4拍子だとどうなるかっていうと、という感じで、まあ、要するに1拍目にそういう強調が来るというのはもうそういうルールになっているわけですね。だからこれは洋楽のルールでして、例えば雅楽なんかだと、前も言ってほしいんだけど、雅楽は絶対4拍子で1、2、3、4とこういう拍の取り方をするんですね。でこれが実は決まって、要するにこれ距離が全部違うんですよ。1、2、3、4とこう距離が全部違うわけですね。要は変拍子が前提作られてる雅楽は。洋楽は当然均等なんですよね、シンメトリーなんですよね。だからそれは国とか文化によってルールが違うと。洋楽は一拍目強くするというルールがあるってことですよ。でシンコペーションは要はそれをあえて崩しにいってるわけです。どういうことかっていうと、まあ、この楽譜見ても一番早いんだけど、これがもあのテーマの部分の楽譜なんだけど、一拍目ダンというところはこれはテーマの関係なもの入ってますね。で休符があって、こっからテーマ入ってる赤い楽譜のところは、これはどういうことかっていうと、2拍子の2拍目が入ってくるんですね。ってことはダンタンダンタンダンタンの弱い方、ジャッキって言うんだけど、タンから入ってくるわけですよ。だからここはダッて弾かないですね。スッと入ってこなきゃいけない。これをシンコペーションですね。弱拍から入っていく、まあ、ジャッキって言ったりしますけどね。だからあの曲の冒頭になんかあの不完全小説っていうのがあって、四分の四なのになんかここ冒頭一拍だけしかない楽譜とたまにあって、そうすると最後に三拍だけの楽譜があって全部でトータルダメだっていう、あれも一緒ですね。ジャッキから始まるってガッと強く弾くなってみたいですよね、これをシンコペーションで言います。ちょっとそのシンコペーションの部分を今聞いてみましょうか。これその耳で聞くとねっていうふうになってですね、これを通常の強拍、要するに1拍目に持ってくるとこうなりますっていうことなんですよ。これ今ここの部分とこの部分一緒なんでね、これとこれはこれ1拍目持ってきてるんで、ここでダッタッこう省略してこう持ってきてるわけですよ。同じことやってるんだけどね、全然印象は違う。まあこれちょっと打ち込みなんてあれがないですけどね、人間と違って、っていうのがシンコペーションになっております。で音楽書の方に話戻って、8小節からの第二主体的モチーフがこれですね。主題が動いています。で主要主題の分析、これ
前半と後半同じモチーフで前半と後半でどうもハイドンが分割して展開する気配がありまして、前半がこれですね、うん、で後半部分終止形の部分はって感じてとも使い分けてるっぽい。例えば16小節か19小節これ両方混ざってるんで聞いてみましょうか。この中でその終止形の部分の要素としてこれが入ってます、うん、これは終止形の方のモチーフになってますね。逆に主要その前半の要素としてはこう違えてます、うん、っていうのがそのモチーフになってくると思いますね。まあそんな感じでちょっとじゃあドラッティ聞いてみましょうか。まあちょっと無調とか出てきたので、まあ前にも一回触れてますけどもう一回掘り下げようです、まあ、これ三楽章の部分ですけどね、調整とは何か、うん、まあ調整と様式っていうのはクラシック音楽の主要な構成要素、こういうのを価値としてるのが、まあ、クラシック音楽と言えるわけですね。でどっちも、まあ、ハイドンの頃にピークを迎えたからハイドンの存在意義が大きいわけです、うん、で現在音大で並ぶ和声も様式もほぼハイドンのものといって間違いないです。で調整とは中心音との関係で構成されている音楽のことを、中心音とは主音のことですね、主音というのは波長といえばドのことになります。これを番号で言うことがあって、まあ、主音を1番、属音を5番、家族音を4番って言うんですよ。これは波長というならドとソとファになります。でここは重要ですね。野球でもね、当然バッテリーピッチャーキャッチャー重要ですけどね、ファーストとかライトとかがどのくらい重要かっていうのがねちょっと違ってくるわけですよね。調整音楽に関しては1番、5番、4番、これが重要なポジションですね。で調整音階というのは等比数列になっているわけです。で、長調と短調の違いというのも、要するにそこに図がありますけど、半音の来る場所の違いなんです。波長調の場合、例えばミとファ、シとドの間って発見、黒鍵がないですよね。で、これ、音楽の授業になっても、前、前、半、前、前、前、半なんていうんですけどね、これが長調の場合なんですよね。前、半、前、前、半って来るのが短調の場合なんです。単純にこれだけのことで、例えば波長調ドリミアソラシドですね。で、臨時記号つけなくても、これ、ラから始めるともう短調なんですよ。ラシドリミアソラってやれば、単調化できるんですね。作曲ってこういうのをうまく使っていろんな意味をつけるっていうのが作曲のこういうメロディーを作る作んない以前にこれが作曲の本質ですよね。調整転調するとかね、長調短調いろいろずっとメロディーがはっきりしなくてもこれだけのなんか曲になるわけですよ、うん、でも現代音楽とかそうなってるし、ドビュッシーなんかも一部ね、なんかメロディーがあるんだかないんだかわかんない曲とかあったりするけど、それはこういうのをうまく使ってなんか起承転結つけてるわけですね。うん、作曲の根幹はここにある。で下に5度弦っていうのも前も載せてますけどね、これ要するに12種類のパターンがあるわけです。外側と内側、外側がこれ枠の外側長調のパターンで、内側短調のパターンになってるんですよね。長短ともに12種類のパターンが、要するに全部で24パターンを取れるんですよ、等比数列にした場合。で要するに我々は24種類の調整を持っていると言えるわけですね。でさっきのハイドンみたいにここにないパターン簡単に作れるわけです。それは無調ということになるわけです。無調音楽はだから現代音楽、現代に特有のものじゃなくて別に昔から無調っていうのがあるし、ハイドンみたいな人でも無調をうまく使ってやっぱり陰影つけてるわけですよね、うん、別に現代音楽の先輩特許じゃないっていうのがね、やっぱり強調したいってことですね。
4ページ目見ていただいて等比数列っていうのはまあね、ご存知と思いますけど、要するに諸項、要するにある数に一定の数をかけてかけ続けることで得られる答えを等比数列というんですね。例として2、4、8、16、32なんてこう上に出てますよね。これは公比2の等比数列になっている。ずっと2をかけているわけですね。で下3、9、27、81、これは公比3の等比数列になっているんです。で、音と周波数っていう部分があって、まあご存知と思いますけど、要するに音は周波数であって、だったら440を880すればオクターブ上がるし、220にしたらオクターブ下がるっていう、そういう仕組みですね。そうすると音階スケールっていうのは 1.06、 およそ 1.06 の高比の等差数列と言えるってことですね。でこれはちょっとまあ他にもいろいろ算出方法あって 1.06 って数字にこだわる必要はないんですよね。ルートで示す手もあるんですけどね、まあ大体こういうのは間違いないところです。それとシンコペーションさっきも説明しましたけどね、要するに強拍と弱拍があるってことですよね、音楽には、西洋音楽には。でとにかく一拍目が強くっていうのが西洋音楽の特徴であって、でこのパターンあえて崩す、弱拍から入ってくるっていうのをシンコペーション、よくなんかシンコペーションってリズムのなんか不規則性みたいなことを勘違いしてる人よくいるんですよね、じゃないです。別にちゃんとやってんだけど、強弱を入れ替えてるだけ、ね、それはさっきの長調短調入れ替えと一緒ですね。ラから始める短調ですってだけのことで、弱が入ればシンコペーションと、いうことで、まあ、11番なかなか面白い曲ですけど、ハイドン一箇所致命的なミスがあるせいか、なかなか聞かれないってことで、曲としてはよくできてると、はい、以上で終わります。